すみません皆さん、声聞こえてなかったですか？私今ちょっと、はい、チャット見てちょっとあれって思って、聞こえてますかね、大丈夫かな。いや怖い、もう一度最初から行きます。ナンシーごめんなさい。あれ聞こえてるかな。聞こえてる聞こえてる、あ聞こえてる、はい大丈夫ですね、ごめんなさいもう一度最初から行きます。くるくる巻き巻きします。はい、ということで黒田さんの登場から始まりました。すいません、バカにしたわけじゃないんです、好きですというのが言いたかったんです。かっこいいです。はい、で今回は主にですねマーチンゲール特集パート2ということで、主に何を見ていくかというと、まあ、前回ルールを説明したんですけども、このルール皆さんがちゃんと覚えているかどうかを私がテストをします。はい、皆さんどこも行ってないかな、声聞こえてるかな、はい、テストします。でテストをして皆さんが、こう声に出してちゃんと返答して、こう内容、あ自分で分かってるなって言えるようになってからマーチンゲール使ってください。はい、そのままルールなしに使うととんでもないことになるので気をつけてくださいね。はい、で今回のルールを説明した上に、次は、私があこれいいなってずっとツイッターでも結構今取引してるみたいな、仕事中にちょっとやってるんですけども、今取引してるみたいなことをやってるんですけども、それでまあそれを見ながらですね、思ったのが C 試合プラス水平線を引いてでマーチンゲール、この3つのコンビネーション抜群だと私は思っています。はい、でこれプラス今回はキャンペーンということで、マーチンゲールのシートがあるんですね。このシートっていうのは何なのかっていうと、マーチンゲールって基本的にはちょっと基礎的なことをわからない方へ、まずは1回目、まあ、仮に100円で購入しますよね。 BT オプションで100円から購入できるのでマーチンゲールがしやすいんですね。なので100円で購入します。するとその100円購入した分がまあ予想外の方に動いてしまって損失となった場合に、さらにその外を倍にして、まあ、その額以上ちゃんとペイアウトで返ってくるように購入する、でまたそれが損失になったら購入するという、こういうやり方なんですけども、これ何ですか、自分でこう取引をするときにですね、どうしてもこの購入額だったらなんぼかなとか言ってこう自分で書いていくんですけども、それが取引途中でできないですよね。相場がなんかあれだしあれとかいう感じになって慌てるので、先にこのマーチンゲールシート、計算シート、プレゼントするので、計算シートを利用してこう先に自分が取引したい額を入力して、で実際に入力するという、すごいためになります。私これあるとパッと見て自分が、95% ペイアウトだったらいくらまで、はい、自分の資金内でできるかっていうのを入力先にして、でから取引できるのですごいいいんですね。多分ナンシーが言ってることが、もう分かんないと思います。私話すの下手なので、なのでとりあえずもらってくださいでもらうためにどうしたらいいかというと、もうすでに BT オプションラバーズたちは下にコメントですね、マーチンゲールについてのコメントいただければもっとナンシーハッピーになります。で次に BT オプションの講座ないよっていう方はBT オプションで口座開設してください、ね、してで入金して、最低入金5000円なので入金して取引しなくてもいいんです。とりあえず入金してスタートみたいな感じになったらプレゼントします。はい、ということで大丈夫ですか。はい、ではルールいきましょう。ルールです。はい、いきますよ。第1個目、何時ちょっと外しますね、必要ないので。はい、ということで、左上のチャートを見てください。左上、これはダウントレンドと言います。まあ相場がちょっと下に下がってるなっていうのが分かりますよね。上に線が引けるのでダウントレンドとなります。でその右上にあるのがアップトレンド、まあ、下にローソク足の下に線が引けるようであれば、まあ、上昇してるっていうことで上がっていることが分かりますよね。で下がレンジ相場といって、ちょっと何しの書きが雑いんですけども、要するに上にタッチした、下にタッチした、でこれ繰り返してるんですね、一緒 の, そうレートあたりで。はい、でこれを見てどのような相場であればマーチンゲール使えますか、皆さん覚えてますか。マーチンゲールが使える相場っていうのは下のレンジ相場です。ごめんなさい、なんかちょっと怖い雰囲気にしましたが、そうなんです、レンジ相場が一番いいんです。これ私気づいたんですけども、皆さんも気づいてるかもしれないんですけども、そもそもやっぱ何ですか、
こ水平線って結構4つぐらい引くんですね。基本4つ、あの1分取引でも4つまでにして、でそこから例えば下にタッチしたら、あのこう分かりやすいですね、上に上がっていくっていうのが。なので上に上がるって購入して、万が一その自分が思ってた水平線より下に相場が動いた場合は、その次の線でまた購入をするという、そういった取引方法ができるので、そうなんですよ、レンジ相場が一番なんか使いやすいと思いました。これ他のサイトでも結構いろいろ読んでたんですけど、やっぱりそうだと思います。みんな同感していると思います。同感、一緒の考え、はい、はい、では次です。で次なんですけども、BO だからこそですね、 BO だからこそ守りたいっていうのは何でしょう。皆さん覚えてますか？守りたい、それはストップ基準です。諦め基準ですね。私何度も前回言ったんですけども、諦め基準がとても重要となります。でこれ前回も使ったんですけども、要するに水平線がありますよね。ちょっと私出てきてちょっと説明しようかな。はい、水平線ありますよね。これ水平線なんですけど、よくタッチするなーっていうところに線を引くんですね。水平線わからない方は水平線の動画も提供してるのでぜひ見てください。で上にタッチして、ここでローに購入する。でも突き抜けて、わー上がっていったーみたいな感じの時はもうやらないっていう諦め基準です。ブレイクしたら、これ抜けてしまったらもう購入はしないという、こういう基準を決めてください。で下ならば下で、まあハイに購入なんですけども、下にドンと下がってしまうと、もうさよならって、もう諦めますっていう感じで、はい、皆さんしてください。はい、ということで諦め基準覚えてましたか？諦め基準作ってくださいね。で3番目なんですけども、はい、こういうことが多分あると思うんですね。私もあったんですけども、あのまず第1回目ですね、1回目になんか100円で購入した したとしましょう。100円で購入、あそしたら倍以上で、まあ、300円、あそれ以上でそしたら600円、700円といきますよね。で5回目になって、うー結構資金大きくなったな、次3000円のはずだけど戻ろう1000円みたいな何の息抜きか分かんないんですけども、気持ち的にこう3回ぐらい負け出すと、あれもう無理だっていう気持ちになって額を戻す、これはやめてください。で額を戻すっていうことは資金に余裕がないということですよね。なので、あの必ずですね、資金に余裕、これは重要です。でさらに言うと、資金に余裕になるためにはですね、余裕になるためは、まあ、働いてゲットするか、他で投資してゲットするか、でも美容でスタートする方が多分簡単だと思います。で、さらにですね、その購入額、タラン、1万円に対して100円ってやったんですけども、 1% 合ってるかな計算、はい、1% です。 1% が最初の購入額スタートがベストです。っていうのは、いろんなあの FX のトレーダーとかでももう口揃えて言うと思うんですけども、 1% の範囲で投資が一番いいんですね。でもこのマーチンゲール、そもそもそのだんだん追加していくんで、せめてですね 1% あたりからスタートした方がいいと思います。そしたら余裕も出て、回数もこうペイアウトが良ければ、あそれ後ほど言うんですけど、良ければ回数もだんだんあのもっともっとできるので、はい、いいと思います。 OK ですか？はい、ということで次ですね、皆さん覚えてるかな、通貨ペアのルールは覚えてますか？どうしたらいいか、通貨ペアのルール、はい、何しの今までみたいに何でもありみたいなことをしてもいいんでしょうか？ダメです。ここではドル円を選択したんですけども、あのまあ一途でいきましょう。一つの通貨ペアを選んで、それをずっとこう購入をするっていうのは、相場感がだんだん慣れてきて、もう今日も私あの王子円ばっかりやってたんですけども、多分王子円ばっかりやってて、でやっぱ相場感が、あこう次ここ上がってまたここ下がるなみたいなのがだんだん読めてくるんですね。そうなってくると、まあレンジなので余計読めてきて、あーなるほどねみたいな、でそれにプラスこの手法みたいな感じであったら、ほうほうみたいな感じになるので、一途になってください。一番やりやすいと思います、一途になると、はい、あの浮気症な皆さん多分ご存知だと思いますけど、しんどくなります、いっぱい空いていると。なので一途になってください、はい、ということで、もう一つ次のルールですね。次のルールは覚えているかな。次はマーチンゲールを利用するにあたって、どんなオプションがいいですか
という、はい、私からの質問です。答えはだらーん、ペイアウト、ペイアウト、上がれば上がれば上がるほどいいという、はい、でちなみにあの BT オプションでは 100% ですよ。他社なかなかないです。その何ていうのかな、なんかスプレッドオプションデマンドとかなんかいろいろあるんですけど、結局あれって、まあ、結局難しいんですよね。多分その範囲内で皆さん多分取引したことはある方は分かると思うんですけど、他社でそのスプレッドオンデマンドとかスプレッド入ろうとかあるんですけど、なかなか難しいです。しかし BT オプションで 100% でですよ、 100% ペイアウトで、まあ、1時間取引なんですけど入ろうあります。なのですっごい、はい、あのもうバーゲンバーゲンみたいな感じです。なのでできれば 100% でなければ、まあ、せめてちょっとあのペイアウトがいいものをすると、なぜいいかと言いますと、あのそのシートもらうと分かると思うんですけども、 100% であれば回数を増やしてでもそのもっとゲームに、ゲームっていうかその投資に入ることができるんですね。回数的にもっと回数もらえる、だって倍倍倍だけでいけるから回数はもらえるんですけど、80% とかになってくるとやっぱりその回数もう資金が必要になってくるので、余計にペイアウトがちょっと低くなると。なのでできたらペイアウトがいいものベストです。はい、いうことあります。ということで、はい、では実際にちょっと取引、はい、ちょっと説明を行っていきたいと思うので、何しちっちゃくなりましたということで、はい、で、はい、私これ、何を開いてるのかな、自分でも分かんなくなりました。はい、ではちょっと違う新しいものを追加していきます。で、今回ちょっと、さっき言いますね、まずはレンジ相場です。その通りです。レンジ相場を探しましょう。ちょっとオプションデマンド、今の時間帯であれば、まあ上から行きますか。私は基本的に、あ、ないんだ、オプションオンデマンドが好きなんですけども、1分取引を探していきます。はい、で、OG ドル1分取引、1分足ですね。で、次に、そうですね、この中で、まあ今表示させて皆さん何か気づきましたか。パッと気づきますよね。っていうのは今思いっきりダウントレンドです。なのでできません。他を見ていきましょう。OG ドル、ユーロ OG、 はい、皆さんどうですか。これもどうかな、これもどうかな、これもアップトレンドですね。ちょっとアップトレンドが発生して、今までだったらこの範囲内で収まってたのが、ちょうど言いたいことはですね、何し言いたいことはこういうことです。ここブレイクしちゃってますよね。なので怖いです。これは、はい、私だったらやめます。で、ユーロカナディアンドルを見ていきましょう。で、1分取引、これもどうかな、これもどうですか。まあなんかこう、ここだけ見るとアップトレンドだけども、まあここ見ると範囲内に収まってるっていうと、うん、微妙です。やめときます。微妙はやめましょう。なんしどうしてもトレードしたいんで何かと言い訳というか理屈いいんじゃないのとか言っちゃうんですけど、ダメです。これはダウントレンド、諦めましょう。ユーロ円いきましょうか。これもどうですか皆さん、ダウントレンドですね。今ちょっとなんかレンジに入ったみたいな感じなんですけども、これも良くないです。ユーロドル見ていきましょう。これはどうでしょう。これもダウントレンドという感じですね。ちょっとなんか今からちょっとレンジ入るかなみたいな感じですね。ダメですね。ポンドカナディアンドル、これも思いっきりアップトレンドです。ここを見たらダウントレンドなんですけども、うん、でもあの1分足で見てるんですごい狭いんですよ。でも1分取引するんだったら狭い、はい、こういうちょっとショートスパンの方を見るべきです。で、今度ポンド円、ポンド円もって感じですね。これダウントレンドですよね。で、今からちょっとレンジに入るんかなみたいな、だからちょっと微妙ですね。ポンドドル、もう全部大体一緒になっちゃうんですよね。どうしてもみんなあのやっぱり関係あるんで、これもダウントレンドダメですね。ユーロス、あ、違う、ドル、スイスフラン、なんかちょっと、はい微妙ですよね。これここではダウントレンド、ここでは若干アップトレンドのなんかレンジみたいな感じになってるんで、
取引したいナンシーからしたらすごいこう誘惑に巻きやすい感じですね。で結構ドル、スイス、フランって別の他とちょっと違う動きをするんで、結構このそうですねレンジになったりするんですよね。みんなが違う方向向いてても、うん、ちょっと見どきですね。ドル、スイス、フラン、私書いときます。はい、で次にドル円はもう今日は、はい、下がってますね。基本これこうやったら線が引けるのダウントレンドですね。あらまあどうしましょう。はい、ということで唯一まだ、本当したくないんですよ。本当したくないです、言い訳か。本当はしたくないんですけども、したいです。いやダメダメ、ここはダメです、皆さんダメですよ。ではそうなってくるとどうするかというと、ナンシーでは、原油 100% のペイアウトの1時間取引を見ようと思います。これもアップトレンド、これもできないですね。アップトレンドです、ダメです、アップトレンドです。で残り締め切り前30分だから一回30分足を見てみましょう。微妙ですね。では他のゴールドも見ていきましょうか。微妙なのでゴールド見ます。ゴールドも微妙という。1時間取引、これどうですか皆さん、どう思いますか。すごい微妙ですね。なんかはっきり決まらないみたいな、レンジでもなく、なんかトレンドでもなくみたいな。はあ、辛いです。なんしライブライブで取引したいのに。はい、ここはどうでしょう。これも微妙ですね。ここだったらレンジになってて、でもここだけ見ると無理やりですよ。ちょっと無理やり気味なところはあるんですけども、ここだけ見るとちょっとトレンドが、トレンドからちょっと抜けて今レンジになってるという可能性もなきにしもあらず、これ言葉覚えたんです。ではこれでいきましょうか、シルバーで。ちょっと不安ですけども、ナンシー不安って相当ですよ。でこれ、水平線ですね。水平線はよくタッチするなっていうところ、これちょっとボディにタッチしてる方なんですけども、そうですね、なんかタッチしてるかなっていうところ、ちゃんと引きます。うん、こんな感じかな。でもこっちの方がタッチしてるかな。うん、はい。でもう一つあえて言うならどこかな、あえて言うならこの辺りですかね。はい、ということで、はい、これが基本的な水平線の引き方。ちょっと、説明、ちょっとなかったかもしれないんですけども、要するに高値、一番最近の高値、あ、この辺りだなーっていう感じで、よくタッチ、相場がタッチする2点以上タッチしたところに水平線を基本的に引くんですけども、私は2点、あの2ポイントだけじゃなくて結構なんかタッチするなっていうところに引きます。こうやってで、できれば一番の安値なんで、本当はまあ、でももう一つ一丁引きますか。はい、というとここが、まあ、最近の安値ですね。本当はここあたりもあるんですけども、基本的に 1,2,3,4,5、まあ、5個あればいいですね。で 100% の場合ですね、私の今日は最初に5,000円、1万1,000円、2万3,000円、4万7,000円といきます。ルールです。はい、でこのプラスですよ、マーチンゲールとこの水平線プラス、私は、CCI、このテクニカルのところにコモディティチャノインデックスってあるんですけど、皆さん多分見えてないと思うんですね。でもごめんなさい、また説明します。しかしですね、今、あ、そう、 CCI をこのように表示させてですね、今ちょうど開始で、基本的に私が一番いいなと思うやり方は、水平線というこのピントプラスマークのあのアイコンのところに水平線ってあるんですね。でこの水平線を使って CCI っていうのは100のところで線を引きます。100、そんな神経質にならなくてもいいです。ナンシーみたいに適当でいいんですけども、90、まあ101、101が一番近かったな、今ので言うと100、まあ98でもいいか。とりあえずこの線を上に抜けて下にカクってきて抜ければ、100抜ければローに購入です。もう買われすぎて今落ちていくよみたいな感じなんで、はい。で次にマイナス100のところにも線を引きます。マイナス100、マイナス100、マイナス99でいいや。はい、で面白いんですよ皆さん、ここにこう
こう安値がありますよね、結構こことか。そしたらここほら下に落ちて上がってきてますよね、一番安値ヒットしたよ、上がるよみたいな。でここもそうなんですけど、ここタッチしてる。なので基本的にここあたりをタッチして抜けて上がればいい感じです。で今ちょうど下に下がったので、当分ちょっと下に下がると思うんですね。はい、下に下がってるので、私が引いた 17.28 のところをタッチしてもまだ下がると思うんですね。で 17.201253 ってあるんですけど、これよりもうちょっと下がるかな。まあこのあたりで一旦100を抜けてですね、下に上がってこればハイに購入ポイントとなります。まだまだ競いないんですけど大丈夫かな、皆さんもう疲れ飽きてもうどっかに行ってしまわないですか。なんし寂しいです。なのでそうですね、でも待てないな、これ待てないけどルール通りに行きたいしという、なんて難しい選択でしょう。しかしですね、これはちょっと置いといて後ほど戻ります。なので基本的には100抜けるまでもうちょっと我慢するという、はい、感じになります。ちょっとだけですよ、こっそりちょっと1分足を見てみます。ああ1分足で上がっていくんだね。これ 100抜けてこう上に上がろうとしてるんで、若干上がるということは、もしかするとこの辺りで、ね、あのぐるぐるいくかもしれないですね。まだ購入タイミングじゃないですね。はい、なので先ほどのちょっとスイス、ドル、なんだったかな、ドルスイスフラン、これをちょっと見ていこうと思います。なのでちょっと広げて、で1分取引ですね。でまあ頑張ってレンジに、ここをこう見るとレンジですよね無理やりなんしレンジ。はい、なので安値に線を引く、で高値に一度線を引く、でそこから2個以上タッチするところに線を引くなんですけども、できればよくタッチする、ボディもタッチするし、はい、のところがいいですね。でここもよくタッチってどこかな、ここかな、ここかな、はい、今ちょうどタッチしてますね。はい、なので4つこれで線ができました。で CCI を入れます。はい、CCI 入れました。で CCI にも水平線を引いていきます。マイナス100あたり、はい、でもう一つも100あたりですね。100、100、100、100、100、おーすごい、ここドカンと抜いてますね。で今ちょっと微妙なとこですね。でも一応こう上に向いてて、ここギリですかね、100あたりタッチして、ここが安値基準となってるのでいいと思います。一度ちょっと購入しましょう。はい、あっちょっとタイミングずれた、今ちょうど上がったの、ってなります。で次に下がると、ここでさらに購入ってことなんですけども、もう一丁ちょっと線引きたいですね、ここに、ルール守ってないじゃないしみたいな。いいんです、ナンシーだからいいんです。はい、ということでそうですね、基本的には次はここの線で範囲にさらに購入します。この線ですね、あ微妙にそろそろ来るみたいな感じなんですけども、見えにくいな、あ下がってきた、下がってきましたね。で次がいくら、12,000円、考えてるうちにあれになりますね。でこの基準ちょっと超えてきたのでちょうどいいです、どうです。で今 CCI 下がってきましたね。なのでこれが下がると、次私はここまで踏ん張った方がいいのかな。あ次の線はまだか、ここか、あ来た、次の線に来た、次の線、あそこ、ここで購入したんですよね、なんし分かってない。はい、ここで購入したので、次は12,000円の次は28,000円、わおでかいですね。ということで28,000円いきます。でも次の基準としてはここなんで、どこ、なんし自分でも分かって、あここですね、この基準96657 2ですね。
966572、あ、ここか、ここですね、729か、はい、ということで、はい、成功しましたね、しかし。はい、ということで利益はいくらだ、ちょっとマーチンゲールシートを見ると、結局今ので利益4600円ですね、2回目の購入で、先ほど の損失引いてですね、だからうまいこといきました、グーです。では次にちょっとシルバー見ていきましょう。なので基本的に、あ、なんか安値、この安値って100まで超えないけどこの辺りだなっていう、ここの基準まで来てて、でさらにこの水平線にタッチしていれば範囲に購入で OK と思います、はい、で今下がってきてるので面白いですね、多分おそらくこの次の線まで向かうと思います、この線、うん、でこの線まで来たら一旦購入して、さらにその下の線に引いて自分のレベル、その購入するレベルを変えていってもいいと思います。やっぱ相場生き物なので、この水平線をなんか下に落ちていくことが多いなと思ったら、ちょっと基準を下げてですね、全体的にで購入するのがいいと思います、はい、ということで次にシルバーちょっと見ていきましょう。あれ、シルバーがなくなった、あ、こっちですね、失礼いたしました。うおー、購入タイムだった、もしや、はあ、いいとこまで下がってたのに、はあ、今見てください、これ下に落ちてきてますよね、ここがベストだったね。でもここにタッチしてないので、タッチしてないのでどっちにしろ買ってないんですね。タッチしてたらローになるんですよね、本当はこのここでローみたいな、この辺りですね。でもここタッチしてない、どっちにしろ買ってないですね。わかりました、ナンシー、ここまで行くとローに購入かな、はい、ローに購入します。ここにタッチしてももう一度ローに購入します。これ以上行くと諦め基準です、さよならホームランですさよならホームランっていいことですよね、でも今回は違うので、はい、なのでこれは 100% なので、うん、回数も結構増やして取引できるので余裕です。なのでローに取引早くしたいですね。てか声聞こえてるかな、なんか恐怖症です、はい、大丈夫そうかな、あー、これもう取引しちゃいたいな、だって絶対に下がるもん、これがダメなんですよね。で無理にこうやって私今水平線引けないかな、ここにみたいな、はい、感じで見てるんですけど、ダメですよね、ここは我慢です、はい、我慢のこうお母さんが我慢しなさいって言ってる声が聞こえます、はい、なので我慢します、我慢して、これローに早く購入したいな、早く購入したいな、これ止まってる、なんか止まってる気がしてしょうがないんですけど、ずっとここでなんかじーっとしてますよね、本当に動いてる。ここにシルバーが見えるんですけど 17.326 ということで、なんか止まってるみたいですよね、こんな止まってていいのみたいな。あ、下がりましたね、ちょっと下がれ下がれ、ここに下がったらローに購入するよ。これって結構順張り型ですよね、今のやってることって。結局なんかここまで来たらもうなんか購入したくなくなるんですけどね、普通は私も順張り型じゃなくて逆張りなんで、すごい怖いです。でもまあマーチンゲールがあるんで大丈夫かなってこう気合い入れられます。でも本当に動きないですね、これ本当に動いてんの。1分取引で見てみましょう。あ、動いてるんだ。でこの1分で見ると、あ、まだちょっと上がりそうな感じですけどね。なるほど。お、来た来た。そっか、1時間で見てるからそりゃそうですよね。もう何し待てないです本当に。でもなんかみんながルール、何しが言ってたじゃんっていうのがなんとなく聞こえてきました。ではとりあえず取引して、これ水平線当たってますよね、1分で言うと無理にしてる。いや、いいかな、いいでしょ、やっちゃいます、ごめんなさい、ナンシールール破りしました。でもルール破ってないです、なぜならこの1分取引短期間で見ると
こうここタッチして、でこれ水平線の一つなんでタッチしてローにこう CCI もまあ下向いてるん で1時間なんかさらに下に向いてるんで、ベストといえばベストタイミングです。だからいいです。でさらに、上に上がってきてここにタッチしたらローに購入ということで、はい、この基準はいくらかな、17.415254 かな、はい、ここに来たらさらにローということで、はい、します、はい、でしかしこの取引あの締め切りが15分後で、で判定がですねこれ何時になるのかな、あそっか20時日本時間の21時ですねかな、うん、になるので、はい、これ香港時間なんで香港タイムです。なのでまた結果発表します。しかし上がればあのローローローみたいな感じで頑張ります。でギリですねこの15分もう切りそうっていう時にこの、 あの今購入したところのレートと上と微妙なところでこうなんか間でなってる場合はさらに購入します。っていうのはもう取引できる期間がなくなるので、なのでさらにあのもしその時点もう締め切りっていうところでもこのまま判定いくと負けるなっていうところであればもう一度購入しておきます。はい、また皆さんにお見せしますということで、皆さんどうでしたか、理解できたかな私の説明で。はい、理解できたといいんですけども、はい、ということで皆さん、あちなみに後ろを説明したかな、プロチダ島です、あのイタリアの、ちょっとバカンス気分で、ですいません今日また声出てなかったです、気をつけます。先ほどテストしたんですよ、で声出てたのに多分ここでなんかプチプチってやってるうちにダメですね。はい、ということで皆さんナンシー嫌いにならないでください、お願いします。はい、では See you next time、 またあの質問などあれば聞いてください、下にコメントいただければと思います。でちなみにあのまたあのマーチンゲール欲しいという方は必ずユーザー名入れてください、お願いします。はい、では see you next time. Thank you for watching. Goodbye.